折り曲げることができるプラスチック製のカラフルなストローを刺したコップ入り飲料。ビルヘルム・ローゼンスタンド・アウトサイド・ザ・カフェ、エーポルタ、コッペンハーゲン、デンマーク人画家の手になる1882年の油彩画。カフェの屋外ベンチに座って一杯のドリンクを分け合う恋人たち。このようなシーンはストローがあってこそ可能で、仮にないとすると、シェアリングできても同時に飲むことはかなわない。 ストローとは飲み物などを飲む際に用いられる器具。コップなどの容器に入った飲料を吸う際に用いられる両端に穴が開いた細い管状の道具である。飲料にストローを刺し逆側の先端を吸うことでコップを持って傾けたり口を直接コップにつけたりせずに飲料を口に運ぶことができる。 ポリプロピレンなどのプラスチックで作られる場合しかない。紙製あるいはプラスチック製の袋に封入されている製品もある。市販されている小型の紙パック入りの飲料では、ストローがプラスチック製の袋に封入された上で商品に付属されている場合が多い。もともとストローの原材料は麦の方を切り取った残りのバッカンすなわち麦わらそのものが利用されていたため、 この名前で呼ばれる。普通の麦わらと区別するにはドリンキングストローと呼ぶ。日本のストロー生産は1901年頃に岡山県浅口よ寄島町で川崎31がバッカンを使って始めたという。日本でも1950年代後半頃までは喫茶店やカフェで 麦わらが使われており、紙風入りの麦わらを、冷えた飲み物のコップに付着した水滴を利用して、縦に貼り付け、ウェートレスが客席へ運ぶ姿が見られたものである。日本で、米の裏作として、麦を栽培することが減り、原材料がより、低価格で調達できる紙やプラスチックへと変遷してきた。麦わらを模した中空の形状や用法は変わっていない。ことから、現在でも変わらず、 ストローの名で呼ばれ続けている。上記の浅口市には国内生産の約半分を占めるストロー製造会社し瀬工業があるが日本で使われるストローのうち8割から9割は中国や韓国などからの輸入品と見られる。ストローハットの語も本来は麦わら帽子を刺すが現代では多種多ような素材が存在し掃除手形状から ストローハットと呼ばれているように本来の意味が曖昧に、なっている。なお、調理用語において、ストローとは、麦わら程度の太さに切ることを指す。また、ストローの、吸い上げるという意味合いから、交通機関の発達により、人口が移動し偏る現象は、ストロー現象と呼ばれている。かき氷に添えられた、スプーンストローストローの形状は単に直線に、細長い筒状のものが、 一般的である。この他に、中間に特殊な蛇腹加工を施することで折り曲げと、その角度固定を自由とし、仰向けの状態でも容易に使用可能な曲がるストローや、中間をいくつかに分割しさらに入れこ式にすることで、収納時にコンパクトになる、伸びるストローといった機能的に長けたデザインのものや、先が二つに分かれており二人で同時に吸わないと飲めない、アベックストロー。 中間を長く取り曲げ加工や、膨張収縮させて、衣装的デザインに長けたものなど、あるいはそれらの複合デザインのものなどが挙げられる。また、もっぱらかき氷に用いられるストローとして、先端をスプーン状に開いたスプーンストローがある。太さに関しては、通常の太さ以外に、カクテルなど主にマドラーの代用としても使用されるより、細く強いストローや、タピオカや、 果実などの固形物が入っている飲料に使用される太いストローなど用途に合わせた内径の違いが存在する。またストローの太さは液体を組み上げるために必要な吸引力の差を生む。細ければ細いほど小さな吸引力で済むが一度に組み上げる量が減る。また太ければ太いほどより多くの吸引力が必要となるが組み上げられる量も多くなる。 例えばマクドナルドのストローは通常よく使われるタイプのものより太い。これは飲む際に最も美味しいと感じさせるために必要な吸引力を独自研究した上での計算された太さであり、マーケティング戦略の一環であると言われている。ストローの髪型から空気を吸引することで液体を重力に逆らって持ち上げることができる。この作用原理には大気圧の力が関係している。 液体をストロー髪型へ運ぶ直接的な力はコップ内の液体にかかっている空気の重さ、すなわち大気圧の力そのものである。ストローを吸う行為は直接的にはストロー内の空気を吸い出すという行為であり、外部の大気圧に対してストロー内部の気圧を低くするだけの行為である。これによりストロー内部に密着している液体表面だけが 大気からの圧力より解放されるが、それ以外の液体表面には依然として大気圧の重みがかかっている状態になる。常に大気圧に押さえつけられている液体はより低い気圧の方へ押し出されざるを得ないが、結果的にそこはストロー内部の空間となる。2018年欧州連合は海洋ゴミの多くが使い捨てプラスチック製品であることに着目し、 ストローなどの素材を代替品に切り替える、容疑無付ける、規制案を発表。2019年を目途に、欧州議会と加盟国で議論されることとなった。プラスチックから紙製ストローなどへの転換も試みられているが、耐久性に問題があり、試行錯誤が続けられている。これに関して、大手コーヒーチェーンのスターバックスが、2020年までに全世界の店舗で、 プラスチック製ストローを全廃する方針を表明。日本でも大手外食チェーンのスカイラークが、参加のファミリーレストラン、ガストで2020年までに廃止する方針を打ち出している。こうした規制の動きを受けて、様々な提案がなされている。代替素材としての紙、ステンレスコー、ライ麦や大麦、竹、リサイクルガラス、食材でもあるパスタやちくわのほか ストローを使わないようにすることも含まれる。2018年には、アキュラホームが、間伐材を使った木製ストローの量産とホテルへの納入予定を発表した。プラスチックストローの規制の動きに対して、脊髄性筋縮小などの身体障害者には、曲げられるプラスチックストローを利用しなければ、誤縁を招くという意見が、世界的に出ている。そのため、 イギリスでは2020年4月に施行される規制法で例外的に医療目的や障害者に対してプラスチックストローを提供することを許可している。ステンレス製のストローが木に突き刺さり外傷性脳損傷で死亡した60歳の女性の事故やスターバックスで4人の子供が金属製ストローで喪傷を引き起こした問題のように金属製ストローはその硬さや 熱の通しやすさから危険性も指摘されている。ありがとうございます。